こんにちは。泉の広場のリニューアル工事が終わったので見に来ました。前はですね、大きな噴水があったんですけども、今回はもう噴水という形はもうやめてしまったんですね。木のオブジェになっています。金属でできた葉っぱとガラスでできた水の滴を表現したものが吊るされています。 LED ライトで水を表現しているそうです。以前の泉の広場とはもう全く違います。プロジェクションマッピングでは、この泉の広場の歴史なんでしょうか、1970年からの映像が出てます。泉の広場は1970年に作られまして、今回の泉で4代目だそうです。前回の泉はイタリア・ミラノのデザイナーが設計した大理石造りのすごく豪華な噴水でした。泉の広場についてちょっと調べてみたんですが、実はこの泉の広場には都市伝説があるそうです。ネットでは心霊スポットとしても取り上げられています。私は学生の時から何度もこう通ってるんですけども、いつもたくさん人がいて、そういう怖いオーラは感じたことはありません。でも夜中通るとまた雰囲気が違うのかもしれないですね。津のあるところと心霊スポットっていうのはかなり密接なつながりがあるので、元泉の広場も地下街で空気がこもりやすいのに噴水があったり、地上に出ると繁華街のダークな部分があったりで、心霊スポットや都市伝説が生まれやすい条件が揃ってたのかなと思います。泉の広場周辺も新しくリニューアルされて綺麗になってたので、また別の動画で紹介したいと思います。プロジェクションマッピングにはウォーターツリーって出てますね。ウォーターツリーっていう名前だそうです。ご視聴ありがとうございました。次回の動画も楽しみにしててね。グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。